平壌海上高速道路朝鮮民主主義人民共和国の高速道路では朝鮮民主主義人民共和国の高速道路について説明する北朝鮮の高速道路を示した地図薄い色は計画路線北朝鮮では自動車の所有が厳しく制限されており一部の特権階級を除き国民は個人車両を持つことはできない正規の方法で運転免許証の取得や 自動車の購入は難しく、各種機関へ賄賂を支払う必要があると言われている。そのため、国内全体の乗用車は推定で2万台程度しかなく、個人の長距離移動は、鉄道が主流となっている。また外国人、国民問わず国内の移動制限が存在するため、諸外国のように自由な移動、旅行は難しい。こういった要因がいくつも重なった結果、北朝鮮における、 高速道路の整備は非常に遅れており、2014年の調査では高速道路の総延長は7 2 9トルである。これは半島南部を領有する韓国の高速道路の総延長の2割にも満たない。また2000年から2014年の総延長の推移では北朝鮮は14年間でわずか5キロメートルしか新たに建設していない。韓国では この14年間で約 2000km の高速道路を新たに建設し、総延長を約2倍増やしたこととは対照的である。交通量はまばらで、そのほとんどは個人輸送業の車両やツアーバスといったバスで、自家用車といった他の車両はほぼ走っていない。通行料金は基本的に無料だが、2018年1月20日より、平壌元山観光道路では、 料金が徴収されるようになった。制限速度は設定されていない区間と、時速 100km といった指定区間が存在するが、後日のように路面状況が悪いため速度を出しすぎると危険である。北朝鮮にはアジアハイウェイが3路線選定されており、このうち1号線と6号線には一部の高速道路が指定されている。高速道路の一区間、劣悪な補走、 分離帯なしに加え、歩行者、自転車が通行している。諸外国において、高速道路といえば、自動車が高速移動できるように平らな舗装といった、良好な路面環境の整備、分離帯、上下線の分離や歩行者などの排除などの安全対策を講じられていることが多い。しかし、北朝鮮では、こういった整備が不十分だと言われている。 路面に穴が開いている箇所が多く、補修はされてはいるものの間に合っておらず、ほとんどが放置されているのが現状である。歩行者等が高速道路に侵入することは、比較的多いで通行人も多い。中には、個人輸送業の車両を利用するため、高速道路の車線上で手を振る人もおり、衝突の可能性が高く非常に危険である。なお、高速道路に歩道は併設されていない。 冬場で路面が凍結した際は安全のため減速した結果通常の2倍以上の所要時間がかかったという劣悪な路面状況によって悲惨な死亡事故がたびたび発生している一部区間は非常時滑走路として軍事転用するため道幅が広く取られている2019年に実施された南北朝鮮の共同調査では平壌海上高速道路は老朽化や 思考不良によって非常に状態が悪いことが判明している。報告書によればといった問題が多数発見されており近代化が急務だと結論付けられた。建設にあたって軍人だけでなく犯罪者や政治犯といった収容所の人間や地域住民を召集し強制労働させている。2011年の報道では 手作業で石を運ぶ主婦が建設現場で目撃されている。建設現場は劣悪な環境で十分な安全対策がされておらずたびたび事故といった労働災害が起こる。2019年10月の報道では建設中の元山観光高速道路で同年7月から9月までの3ヶ月の間に30人以上の労働者が死亡したという。 またプロパガンダのため記念日基準の無理な日程を命令した結果、特貫工事によって出来が悪くなるだけでなく大事故にもつながることがある。1989年4月14日、公海北道神奈川郡にて冷静工にかかるピョンヤン海上高速道路の橋を特貫工事で建設していたところ、突如建設現場が崩落し500人以上の労働者が死亡。現場では、 生産な光景が広がっていたという。平壌直轄市は、平壌市、アジアハイウェイ1号線は、R-1、アジアハイウェイ6号線は、R-6 と省略する。洛楼区域、寸安区域、普通航区域、内上区域、江東郡元山市海上特別指揮川市、香山郡南浦特別下た家城氷、サリン市新川郡新緑市観光市留意市、 清津シラソン特別シアス州起点、終点等の座標を表した地図特に補足のない画像は平壌海上高速道路。北朝鮮が自動車の個人所有に対する適発を強化。d イリ d n k 2 0 2 1年3月29日閲覧。トラフィックルールズイン N コリア KBS ワールド2021年3月29日閲覧。 カーオーナーシップインノースコリアオンザライズ。デイリー NK。2021年3月29日、閲覧。北朝鮮のマイカーは、米の自家用ジェット機に相当から、成功を示す究極の象徴。ブルームバーグ。2021年3月29日閲覧。北朝鮮、悪名高い国内移動制限を大幅緩和。 ADNK, 2021年3月29日、閲覧。AB, Part 4, Sectoral Conditions in North Korea, Strategies for Development of Transport, Infrain North, Korea for Unification and Beyond.2021 年3月29日、閲覧。ABC, 原始め者税保管高速航路不収まり、不原則、不風平。 2021年3月29日閲覧。AB、には価格超大使、超高速航路用を量。1月20日始め。放廃新聞。2021年3月29日閲覧。カメラが捉えた北朝鮮地方都市の今。日本テレビ。2021年3月29日閲覧。アジアハイウェイ、北朝鮮。国土交通省。 2021年3月29日閲覧。軍事目的には使えない。穴ぼこだらけの北朝鮮高速道路。デイリー NK。2021年3月29日閲覧。有力スポーツチームの選手ら、師匠、北朝鮮で事故。2021年3月29日閲覧。北朝鮮の景気線道路老朽化。思考不良で事故の危険性もイコール南北。 共同調査。連合ニュース。2021年3月29日閲覧。北朝鮮の主婦、なぜ手作業で石を運ぶのか。中央日報。2021年3月29日閲覧。台風の現場で労働者を殺した、金正恩命令の矛盾点。ニュースウィーク。2021年3月29日閲覧。AB、再現ルポ。 北朝鮮の橋崩落事故、500人死亡の阿弥教官、人民を死に追いやる、鶴の一世。デイリ d n k 2021年3月29日、閲覧。平城イタり新ジュ高速航路ある醤油中型、治武立て。中国評論通信社。2021年3月29日閲覧。中国省在庁、伊達、こ早和高。ラジオフリーアジア。 2021年3月29日閲覧。元山観光高速道路中国企業が建設化。KBS ワールド。2021年3月29日閲覧。朝鮮半島情勢の変化と、韓国、北東アジアの将来、比較化後の経済関係の変化に注意 P42。日本総研。2021年3月29日閲覧。中国と、 北朝鮮、清津港の共同開発を本格化。連合ニュース。2021年3月29日閲覧。ありがとうございます。